1858年の海底ケーブル大西洋横断電信ケーブルとは、大西洋を通る電信用の海底ケーブルである。最初のケーブルは1858年、大英帝国のバレンティア島とアメリカのニューファンドランド島の間に付設され、実用可能な最初のケーブルは1866年に付設された。1830年代の後半、 英国のウィリアム・クックとチャールズ・ホイート・ストン、アメリカのサミュエル・モールスらにより、電信が実用化された。やがて電信は、モールス信号を用いた通信が一般的になり、1840年代には、ヨーロッパやアメリカで陸上の電信網が急速に普及していった。これに対し海底の電信は、電線を覆う絶縁物質に適した材料を選び出す必要があったので、 陸路に比べて敷設が遅れていた。しかし、マレー半島の樹木から取れるガタパーチャと呼ばれる樹液が使用できるということが分かり、海底ケーブル敷設の道は開けた。初の海底ケーブルは、1850年、ブレット兄弟により、ドーバー海峡に敷かれた。このケーブルは、不慮の事故により翌日切断されたが、翌1851年に、 再び敷設され、英国とフランスをケーブルで結ぶことに成功した。この成功によって海底ケーブルはブームとなり、英国からアイルランド、ベルギー、オランダへのルート、そして地中海、国海など1855年の時点で25本の海底ケーブルが敷かれた。しかしこの時点で大西洋にはまだケーブルが敷設されておらず、情報伝達は未だに。 蒸気船に頼っていた。サイラスフィールド・フレデリック・ニュートン・ギズボーンは、大西洋間の情報伝達速度を高めるため、英国とニューファンドランド島に、新たな航路を設ける案を考え、アメリカの実業家、サイラスフィールドに、資金援助を求めた。サイラスフィールドはこの話を聞き、考えた結果、航路ではなく、大西洋にケーブルを通す構想に行き着いた。しかし、 この事業は困難が予想された。当時の海底ケーブルで最も長いものは、国海に付設された5 7 4トルのケーブルであったが、大西洋を結ぶにはそれをはるかに上回るおよそ3 0 0 0トルのケーブルが必要であり、さらにケーブルは深さ3 0 0 0ルを超える深海を通すことになる。これは初の試みであったため、無事に開通できるかどうか。 不確定な要素が多かったのである。この疑問を解消すべく、サイラスフィールドは、海底の地形に関して、海洋学のケニであったマシュー・フォンテーン・モーリーに、相談した。モーリーは、ジョン・ブルックの装置を使い計測した北、大西洋の地形図を所持しており、付設予定の地形は平坦だという確認が取れていた。ため、ケーブルの付設には、問題ないと回答した。 フィールドはさらに他の問題に関しても専門家や海底ケーブルの製造会社に問い合わせ、計画は実現できるという確信を得た。そこで、サイラス・フィールドは1856年、大西洋横断電信ケーブルの事業を行うため、アトランティックテレグラフ社を創立した。資金35万ポンドはフィールドが4分の1を出資し、残りを英国の事業家が出資した。 会社は副会長にサミュエル・モールスを当て、主任技師にはエドワード・ホワイトハウスとチャールズ・ブライトを起用した。また、ウィリアム・トムソンも役員に名を連ねた。ただしトムソンは、この計画の技術的な問題点を指摘した。トムソンは1855年、マイケル・ファラデーの研究をもとに、電信方程式を発表していたが、この式によると、通信の速度は、 ケーブルの断面積に比例し、長さの事情に反比例する。つまり長い距離のケーブルでは、伝送速度が遅くなってしまうことになる。これを防ぐために、計画よりも太いケーブルを作らなければならないと主張したのである。しかしこの意見はフィールドには受け入れられないものであった。ケーブルを太くすれば、その分費用もかさみ、 不設するののににも3隻の船が必要になってしまう。第一、すでにケーブルの一部は制作されていた。また、主任技師のホワイトハウスも、トムソンの意見を、学者の作り話と否定した。ホワイトハウスは、モールスと共に、陸上で、長さ 3000km のケーブルを使用して、通信テストを行い、トムソンの主張する現象は起こらないことを確かめた。また、 ホワイトハウスはファラデーからトムソンの主張は完全に正しくはなかったのではないかというコメントを引き出し、これをトムソン説否定の根拠とした。こうしてトムソンの意見は無視される形となった。トムソン自身はその後もこの事業に関わり、不説のための公開にも全て参加することとなるのだが、技術的な指揮は基本的に ホワイトハウスが取るようになった。一方、資金は順調に集まり、ケーブル製造は急ピッチで進められた。そして1857年7月にケーブルは完成し、敷設の準備は整った。戦艦アガメムノンケーブル敷設のための公開は1857年8月に行われた。 ケーブルは一隻の船では積み切れないため、英国の軍艦アガメムノンと米国の軍艦ナイアガラの二隻に分けられた。ブライトは、付設にかかる時間を短くするため、大西洋の真ん中から両端に向かって二隻で、付設する案を出したが、最終的には、電気技術者の要望により、バレンティア島から一方向に付設することになった。この方法は、時間がかかるが、 敷設中に、ケーブルで本土と通信ができるという利点があった。バレンティア島を起点に、先に、ナイアガラがケーブルを敷設しつつ、大西洋を進み、海上でアガメムノンと合流して、ケーブルを接続する予定だった。ところが、ナイアガラが5 4 0トル敷設したところで、ケーブルの繰り出し速度が速すぎることに気づきブレーキをかけたところ、ケーブルが切断されてしまった。 ケーブルはそのまま深海へと沈み、当時はこれを引き上げる技術はなかったため、工事は断念せざるを得なかった。フィールドラは翌年2度目の布設工事を行った。前回の失敗の原因であったブレーキを改良し、一定の力以上が出ないよう作り変えた。ケーブルは前回の布設用に製造したものの大部分が残っていたのでこれをそのまま使用し、 切断された分と予備のケーブルのみを新たに制作した。工事は6月に始まった。今回は、ブライトの案が採用され、はじめに、大西洋の真ん中で、アガメムノンとナイアガラがケーブルを接続してから、両端へ向かって、ケーブルを付設していくという方法をとった。しかし、この航海は、順調には進まなかった。大西洋の接続予定地点へ向かう航海中。 記録的な暴風雨が、両方の船を襲った。アガメムノンは時に45度傾き、沈没の危機に陥った。この暴風雨は7日間続き、船員の負傷とケーブルの損傷を招いたが、6月26日、アガメムノンとナイアガラはようやく海上で落ち合い、ケーブルの接続を行うことができた。その後、アガメムノンは東へ、ナイアガラは西へとケーブルを布設していったが、 途中で何度かケーブルの切断が起こり、その度に、両者の船は、合流地点まで戻って、接続をやり直さなければならなかった。その作業を繰り返している間に、食料や燃料である石炭が不足してきたため、作業を続けることができず、船は、一旦アイルランドへ戻らなければならなかった。航海、バレンティア島のテレグラフフィールドは、最初のメッセージを、来た。 アメリカへ送った場所である。2002年の8月、大西洋横断ケーブルが、ニューファンドランドまで敷かれたことを記す石文みが、ホイールホメラムの崖で公開された。バレンティア産の年番岩を原料として、地元の彫刻家、アラン・ホールによって制作されたこの記念碑によって、我々は1857年から始まるバレンティアにおける、電報産業の歴史を知ることができる。 必要資材を確保した両船は、早速3度目の付設工事に挑んだ。接続の方法は2度目と同じである。7月29日に、大西洋上で、ケーブルの接続を行い、ナイアガラはそのまま順調に、ニューファンドランド島へと到着した。一方のアガメムノンは、再び嵐に見舞われ、さらに一時は、ケーブルの原因不明の障害という事態にも、陥ったが、 これを乗り越え、8月5日、バレンティア島へと到着した。ヨーロッパとアメリカ大陸がケーブルで結ばれた瞬間であった。この吉報は英米両国に伝わり、街は喜びに包まれた。新聞各紙は大々的に報じ、ニューヨークでは1万5000人の祝賀行進が行われた。技師長だったチャールズ・ブライトには、爵位が授けられた。また、ビクトリア女王から、 アメリカのブキャナン大統領宛てに祝電が送られた。女王の98号のメッセージは16時間半かかってアメリカへ伝わった。その後ようやく開通したケーブルだったが、信号の減衰が著しく、正確に伝達させるには、再送信を繰り返したり、打検速度を落ちとなければならなかった。ホワイトハウスは電圧を上げて対処しようとしたが、事態はさらに悪化し、 10月20日には全く通信できなくなった。こうして、このケーブルはわずか2ヶ月余りで役目を終えた。この間に送られた電報は732通であった。減衰の原因は主に、ケーブルが海中でコンデンサーとなり、信号電流が漏えいする現象による。コンデンサーは、胴体で薄い不動体を挟んだものだが、海水は電気を通すため、 電線と海水に挟まれたケーブルの被覆がコンデンサーを形成する。モールス信号のような直流パルスは交流の性質を持つので、その電荷を蓄えたり放出したりを繰り返す。放出は両側へ起きるので漏洩となり、さらに密る放電により波形が丸くなる。それが信号の減衰を招いたのである。 対策としては信号を送る速度を遅くする以外に、なく、トムソンの指摘が的中した形となった。普通の原因は、絶縁性能の劣化だと考えられている。ケーブルの大部分は、最初の工事前に作られ、2回目の工事が始まるまで、屋外に放置されていた。このため、被覆剤の型パーチャが、酸化、劣化し、 そこにホワイトハウスが 2000V という高電圧を加えたため絶縁破壊が起こってしまったと推定されている。度重なる失敗によって株主は50万ポンドを失った。さらに翌年に行った公開横断ケーブルも失敗に終わったため海底ケーブル事業は抜本的な見直しを迫られた。1859年英国政府は特別委員会を設置し、 専門家を集めて失敗の原因を探った。そして委員会はこれまでの事業の失敗は事前の調査を行っていれば防げたもので大西洋ケーブル自体は技術的には実現可能だという報告を出した。この報告を受けたサイラスフィールドは再び大西洋横断ケーブル事業へ挑戦することを決意した。資金集めには苦労を強いられ、 フィールドは大西洋を64回横断した。英国の資本家から28.5万ポンド、米国の資本家から8万ポンドを集め、残りを新たに作られたケーブル製造会社であるテルカン社からの出資で補うことで必要資金を確保した。また、フィールドはホワイトハウスを解雇し、トムソンを公認に据えた。トムソンは以前からの主張に沿って、 導線及び絶縁部の断面積を増やし、強度も上げた新しいケーブルを製作するよう指示した。ケーブルは、綿密な研究や実験を行った上で設計された。またトムソンは、今までの航海で、ケーブルが幾度も断線したのは、海底の深さが正確にわからなかったからだと考えた。今までは、重りのついたケーブルを海底に下ろして、 水深を図っていたのだが、それでは不十分だと考えたトムソンは、新たにケミカルチューブと呼ばれる促進機を発明した。これは海底の水圧から水深を測定するための道具で、以前の方法と比べて正確で効率的だったため、以後の付設工事に使われるようになった。ケーブルの重量が増したことにより、今までの付設工事で使っていた 大きさの船では3隻の船が必要になっていた。また、今までの経験から、海上でのケーブルの接続作業には、危険が伴うことが予想された。しかし幸いにも、イギリスの技術者、イザムバード・キングダム・ブルネルが設計した当時最大の蒸気客船グレート・イースタンが使用できたので、ケーブルの接続の必要はなく1隻で、大西洋を横断することが可能になった。 グレートイースタンは7月14日に英国を出港し、7月23日にアイルランドのバレンティア島に到着した。そして、ここからアメリカへ向けてケーブルを付設していった。途中、ケーブルがショートするという事故が2度起こった。これはケーブルを覆う鉄線が切れて、絶縁部を貫通したことによるものだと分かったため、一旦ケーブルを引き上げ、 該当部分を除去する作業を行うことで対処した。その後は順調に進んだが、全体の3分の2まで付設した段階で、ケーブルを繰り出す滑車が故障したためケーブルが切断され、ケーブルの端は海底へと沈んでいった。ケーブルを引き上げようとしたが、道具が足りず、引き上げることはできなかった。そのため、ケーブルが落下した地点に部位を設置し、 グレートイースタンは一旦英国へと戻った。四度目の工事も失敗に終わったが、道具さえあればケーブルを引き上げることは可能であった。また、公開中に行われた通信から、このケーブルは性能面でも優れていることが分かった。報告を受けたフィールドは新たに大西洋にケーブルを付設し、さらに海底に沈んだケーブルも引き上げるという決断を下した。 これが、両方実現すれば、大西洋には2本のケーブルが敷かれることになる。フィールドは1866年の春までに、新たな資金50万ドルを調達した。そしてグレートイースタンによる新しいケーブルの付設は1866年7月13日に、開始され、27日、ケーブルは、ニューファンドランド島に到着した。こうして、付設作業は成功した。 そして8月5日から一般の通信事業を開始した。さらにグレートイースタンは前年に落下したケーブルの引き上げ作業に着手した。この作業は困難を極めたが8月31日にケーブルの引き上げに成功した。試験した結果このケーブルの通信状態も良好であったため線上に積んだケーブルと接続した。 このケーブルもニューファンドランドまで接続し計画通り2本のケーブルを付設することに成功した2本目のケーブルは9月8日から通信を始めたこうして大西洋横断電信ケーブルは完成したタイムズ誌は世界は急速に巨大な一つの都市になりつつあると論じたトムソンらには借位が授けられたフィールドは アメリカ人であったため借位は与えられなかったが、米国議会は感謝決議を満場一致で採択することでその功績を称えた。このケーブルは商業的にも成功し、最初の半年で2万9000ポンド、次の半年で43万ポンドの収入を得た。不設100年を記念するアメリカの郵便切手1901年の海底ケーブルも大西洋横断ケーブルを成し遂げた。 英国は1870年ロンドンからインドへ至る海底電信ケーブルを敷設。1902年には太平洋横断電信ケーブルを敷設した。こうして英国は当時の植民地を結ぶ大きなケーブル網を完成させた。このことによって英国は情報伝達面において圧倒的な力を得た。洋においては 最初に付設した2本のケーブルはどちらも1870年代に普通になったが、アングロアメリカンテレグラフ社によって新たに数本のケーブルがバレンティアニューファンドランド間に付設され、さらに他の会社でも付設が行われるなど本数を増やしていった。また、1874年にはブラジルのペルナンブーコからマデーラ諸島を経由し、 カルカベロスへと至る南大西洋線も敷設した。一方、他国も大西洋横断電信ケーブルを引くようになった。フランスは1869年、フランスのブレストからアメリカのケープコッドまでのケーブルを敷設した。これは英国以外の国によって敷設された最初のケーブルであった。さらに1879年には、ブレストからサンピエールを経由して、 ケープコッドへ至るケーブルを付設し、その後もフランスアメリカ間のケーブルの付設を行った。ドイツは1882年、エムデンからバレンティアまでのケーブルを付設したが、バレンティアからの大西洋区間は、英国のアングロアメリカンテレグラフ社のケーブルを使用していた。しかし、1900年にボルクムからアゾレス諸島を経由して、ニューヨークへ至るケーブルを付設し、 1904年から1905年にかけて同じ経路でもう一本ケーブルを増設した。このように各国でケーブルの増設は続き、1901年には北大西洋上に15本のケーブルが敷かれていた。しかし、これらのケーブルは途中で英国のケーブルを経由しなければならなかったので、通信内容は英国に包抜けであった。 そのため英国の優位はしばらく続いた。20世紀に入ると、英国のケーブルへの依存から脱却する動きが、フランスやドイツなどで強まり、さらに無線通信が実用化されたことで、英国の優位性は弱まっていった。そして1956年の大西洋、横断電話ケーブルの付設によって、電信ケーブル自体の重要性も薄らいだ。 1988年には、大西洋横断高ケーブルも施設されている。しかし、19世紀後半から20世紀前半において、大西洋横断電信ケーブルは、多くの分野に影響を与え、この時代における世界の一体化に、大きな役割を果たした。海底ケーブル網の広がりによって、情報伝達にかかる時間は大幅に短縮された。このことによって、 経済市場の拡大、商品価格の低下と地域格差の減少などの効果を生み出し、さらにケーブルは国家戦略の面においても重要な要素となった。また、通信速度を上げるため、通信技術も向上していった。これらは、当然大西洋横断電信ケーブルにも当てはまるが、ここでは特に大西洋横断電信ケーブルに関わりの深い事柄を挙げる。 大西洋横断電信ケーブルの政治や経済への活用は1858年に付設されたケーブルで既に行われている。前述のようにこのケーブルは約2ヶ月しか使われなかったが、その間にいくつかの重要なメッセージをやり取りしている。1858年、英国はインド大反乱を抑えるためカナダから軍隊を派遣する計画であったが、 戦況が変化したためその必要はなくなった。その胸をケーブルを通してカナダへ伝えることで軍隊の輸送費5万ポンドを節約することができた。また、このケーブルはプロイ戦会員式直後の全文を送信するなど当時の世界に海底ケーブルの効果を示した。大西洋横断電信ケーブルが 本格的に使用できるようになると、ロンドンとニューヨークの株式取引所の通信としても活用されるようになった。取引時間中に交わされる電報は1時間に2万5000に達した。スターリングポンドの愛称であるケーブルはこの大西洋横断電信ケーブルに由来する。大西洋横断電信ケーブルがきっかけとなって生み出された計測機器にミラーガルバノメータがある。 これはトムソンが大西洋横断電信ケーブルの受信のために作り出した。この権流系は微弱な信号を読み取ることが可能で、これまで使用されていた電磁リレー方式と比べて高速に通信することができた。例えば、1858年に送られた女王から、ブキャナン大統領へのメッセージは、電磁リレー方式を使用したため16時間半。 かかったが、メッセージ内容の確認のために直後に、同じメッセージを英国側へ送ったときは、ミラーガルバのメータを使用して受信したため67分で済んでいる。しかし、この時点ではトムソンには、ケーブル事業への大きな権限は与えられていなかった、ため、ミラーガルバのメータは、正式に採用されなかった。また、ミラーガルバのメータを使用するにあたっては、 電流値の読み取りと、モールス符号からの復元の2工程が必要で、通信記録を直接残せないという欠点があった。この問題を解決するため、トムソンは1867年に通信記録が残るサイフォンレコーダーを発明した。このサイフォンレコーダーは、アメリカ側で1873年に、英国側で1880年に採用された。 多くの大西洋横断電信ケーブルは、電流を流す導線を、ガタパーチャで覆い、さらにケーブルを保護するためその周りを鉄線で覆うという構造になっている。これはもともと1851年に、ドーバー海峡横断電信ケーブルで採用された構造である。以降、20世紀初めに、創価ケーブルが開発されるまで、 大西洋横断電信ケーブルに限らずほとんどの海底ケーブルでこの構造が採用されていた。1857年に作られたケーブルは、銅線の周りを3層の型パーチャで覆い、さらに、ヘンプヤーンを螺旋状に巻いてから18本の鉄線で覆っている。ケーブルの外径は16ミリメートル、重量は1キロメートルあたり549キログラムであった。 1865年に作られたケーブルは、信号の伝送速度を上げるために、導線の断面積を3倍にし、そしてガタパーチャは4層にして、厚みを1.5倍にした。外径は2 8ト、mm、ル重量は1トルあたり9 4 6ラムであった。また、浅瀬に付設するケーブルは、深海のものに比べて摩耗が激しいため、 さらに丈夫にした二重外装ケーブルを使用している。1866年に製造したケーブルも、基本的には1865年のものと同じだが、4度目の、不設工事の際に発生した鉄線の貫通事故を、教訓として、より柔らかい鉄線を使い、それを亜鉛ッキしたものを外装に使用している。さらに時代が進むと、 信号の減衰を抑えることのできる、増加ケーブルが採用されるようになり、通信速度が向上した。1926年に付設されたケーブルは、そのすべてが増加されており、毎分2400字の通信能力を持っていた。ありがとうございます。